はい、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の YouTube 動画は、10月になったのに手元に番号が届かないとき一体どういった対応をすればいいのか、そして取引先からインボイス制度登録しましたとまでは聞いていたんだけども、まだ番号が届かないんだけど、決算が近い、仕入れ税額控除しても大丈夫なのと言った番号が手元に届いていない場合の対応方法について動画で解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営といろいろと各 SNS をしております。またビジネス書を2冊出版しています。どれも概要欄から詳細飛べるようになってますので、ぜひ概要欄の方チェックしてみてください。それでは早速本日の動画、インボイス番号が手元にないときどう対応すればいいのかについて一緒に勉強していきましょう。はい、それでは本日の動画、インボイス番号がない、どう対応すればいいのか一緒に見ていきましょう。本日の内容です。10月なのに取引先のインボイス番号がない、また自分の番号登録したけどまだ届かない場合、一体どういった対応をしていけばいいのか。まず1つ目、自分の登録番号が手元にない時の対応方法。次に取引先の番号が届かない時の対応方法について。そして3つ目、9月取引で10月請求をした場合にインボイスは必要なのか必要ないのか、こちら3つのポイントに絞って本日動画の方解説していきますので、最後まで見てください。そして最後まとめ、本日の流れこのようにいきますので、一緒に頑張ってインボイス制度について勉強していきましょう。まず最初にインボイスとはということで簡単に復習をします。10月の1日からインボイス制度がいよいよスタート走り出すということで、10月の1日以降はですね、適格請求書、インボイスという請求書を取引先に発行しなければいけないというルールに変更となります。一体何が大きく変わるのかと言いますと、今まで出していた請求書にですね、大きく一番変更点として、この登録番号、13桁の登録番号を載せなければ要件をクリアしませんよというのが大きな変更点になります。それ以外の適格請求書、インボイスの要件は1から6番6個あります。こちらを順番にクリアしているのか、皆さん請求書一度ひな形、また発行できているかどうか、要件をクリアできているかどうか再度ご確認ください。1つ目、今言ったように登録番号がまず記載されていること。その他気をつける点としてはですね、税率ごとに区分して表記するように変更になりますので、こちらの表記しっかりと 8% なのか 10% なのか、消費税はいくらなのかというような記載をするように、皆さん変更がまだできてないような、ね、方はですね、こういった対応をするようにしましょう。そしてこちらの1から6番の要件を全てクリアできているものをインボイス、適格請求書と呼びますので、その請求書が取引先に発行できるかどうか、しっかりと対策をしてください。では次にいよいよ本題の、番号が手元に届かない場合どういった対応をすればいいのか、次のスライドから一緒に見ていきましょう。はい、登録番号が届かない、申請はしたんだけども番号の通知が来ない状況、もしかしたらですね、9月末もしくは9月に入ってからインボイス登録した方はですね、番号が手元に届かないという状況のまま10月に突入してしまったっていう風に対応を困っている方、自営業フリーランスの方、また中小企業の方いらっしゃるかもしれません。そういった時にどういった対応をすればいいのか解説をしていきます。こちらの表なんですけど、こちら国税庁のパンフレットから引っ張ってきました。こちらのパンフレットについては概要欄に URL 貼っておきますので、そちらの方からぜひご確認ください。10月になってもまだ登録番号の通知が届かない、どうやってインボイスを交付しよう、次のような対応が可能です。3つ方法がありますので順番に紹介をしていきます。まず1つすること、事前にインボイスの交付が遅れます、遅れているっていうことをまず取引先にすぐにお知らせをしましょう。そしてもうインボイス自体は登録をしているということをですね、お知らせしておく必要があります。こちらですね、1番、事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する方法です。まだ番号がわからないのでインボイスは後日お知らせしますというような連絡をきちんとするということが大事になってきます。2つ目、通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を発行しておきます。そして通知が届いたら、番号が届いたら改めてインボイスを記載したもの
ものを請求書を交付する、番号を入れたインボイスは改めて交付しますという方法が2つ目の方法になります。または3つ目の方法としてですね、通知後にすでに交付した請求書との関連性を明らかにした上でインボイスの番号を書類やメール等でお知らせするという方法になります。この3つの方法、どれかの方法をとってですね、番号が届いていない場合対応を取るようにしてください。次にこういったことがね、なかなか難しい業種の方がいるので、次はそちらについて解説をします。はい、こちらになります。不特定多数にお客様がいる場合はどうすればいいのか、どういった業種の方かと言いますと、例えばコンビニやスーパーの方ですね。インボイス番号が届かないうちにレシート領収書をもうお客さんに渡してしまったんだけど、コンビニやスーパーはいろんなお客様が来ます。一体誰に渡したのかっていうのは後で振り返る、また後で追うことは不可能です。そうなった場合、このコンビニやスーパー小売店だと後で交付は難しい。先ほど紹介した3つの方法は難しいということで、そんな時にはこういった方法で対策をしてくださいという内容になります。まず事前にインボイスが遅れている旨をホームページ、そして店頭にてしっかりとお知らせをしましょう。まあ、レジや入り口など分かりやすい場所に貼っておく、またお知らせをしておくといいんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、その後にですね、自分のお店のホームページなど、また店頭にこちらがインボイス番号に決定になりましたということで登録番号を掲示しましょう。そして相手のお客様にはそのページとレシートを合わせて保存をしてもらうようにお願いしましょう。こういったことが分かるようにホームページと店頭にお知らせをするということが重要になってきます。またもう一つの方法としては、買い手側からの電話に応じて登録番号をお知らせして、相手にその記録をレシートと一緒に保存してもらうっていう方法も OK というふうに国税庁のパンフレットで公表されております。ですので、コンビニやスーパー、また小売店の場合はですね、お客さんを追うことができないと思いますので、こういった対応を取るということが可能というふうになっておりますので、しっかりと覚えておきましょう。とはいえ、どちらのケースも取引先相手に手間を取らせてしまいますし、自分もやはり二の手間になってしまいます。一番いいのはですね、やはりスムーズなインボイスの発行となりますので、今紹介した方法は、まあ、どうしても間に合わなかった場合の緊急対策法として覚えておいてください。そして注意点になります。今紹介したものはですね、もうすでにインボイス制度に登録してるんだけど番号が間に合わなかったって人に対しての経過措置になります。令和5年の9月末までに登録申請済みで、令和5年の10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合の経過的な扱いです。インボイスが交付可能となり次第、すぐに記載事項を満たした適格請求書インボイスを交付するようにしてください。こちらそもそも登録自体してない、間に合わなかったっていう方向けの経過措置じゃないので、勘違いのないようにお願いします。そしてですね、番号は届いているのに面倒くさくてできなかったとか、事務対応がどうしてもできなかったっていう場合の経過措置でもないので、面倒くさいからとか、できなかった、間に合わなかったっていう理由でこの経過措置は使えませんので、ご注意ください。では次に、取引先の番号がなかった場合の対応方法についてスライドで解説していきます。取引先の番号の通知が届かない場合、一体どうすればいいの。取引先はインボイス制度に登録したっていうことは聞いてるんだけど、番号がまだ届かない、でも自分のところはですね、決算が近くなったと、そういう場合に仕入れ税額控除していいのかどうかの対応について解説します。登録番号が届かない、売り手からですね、登録番号のお知らせが届かないんだけど仕入れ税額控除してもいいのかな、後でお知らせするとまでは聞いてるんだけど、もう我が社は決算が近いと、申告期限月末が来ている場合、仕入れ税額控除はしてもいいのかどうかについてお知らせします。こちらがポイントです。事前にインボイスの発行事業者の登録を受ける旨が確認できているとき、要は登録を受けていますということを確認している場合に限って仕入れ税額控除が可能ですということです。そして事後的に交付された、後で交付されたインボイスや登録番号を保存することで仕入れ税額控除しても大丈夫ですよという対応になります。しっかりと押さえておきましょう。もしこちらの登録番号が保存できなかった場合は、よく課税機関において仕入れ税額控除を調整することは差し支えがないというふうになっており
ますので、ここもね少しポイントとなっておりますので一応紹介をしておきます。そして1点注意点なんですけど、簡易課税制度や2割特例を使う方はですね、そもそも仕入れ税額控除、インボイスの保存が必要ない、インボイス不要となっております。そのためこのような上記対応は不要となりますのでご安心ください。1点お知らせを入れておきます。ですので消費税の計算を原則課税、一般課税で計算をする方が、こういった仕入れ税額控除をしたい取引先からまだ番号が届かない時の対応方法となっております。さて、こういった売り手から登録番号のお知らせが届かないんだけどっていう時に、1点頭に入れておくといい項目があるのに紹介をします。こちらになります。1万円未満の少額経過措置になります。課税売上高が1億円以下、または特定課税売上高5000万以下の事業者の方はですね、1万円未満の取引は仕入れ税額控除が認められますよという経過措置特例が出ております。こちら期限がありまして、令和5年の10月の1日から令和11年の9月30日までとなっていますので、この期間があるということはしっかりと押さえておいてください。そして該当する場合は、1万円未満のものはですね、仕入れ税額控除が可能となっておりますので、番号が手元に届かなくても、あ、1万円未満だからセーフだなということを覚えておきましょう。もう少し具体的に解説をします。この少額特例の具体例です。こちらも国税庁のパンフレットの表が分かりやすかったので持ってきました。1万円未満ならインボイスの保存はいらないんだな。そこで1点注意点があります。1回の取引金額で判定するので間違いのないようにしてください。具体例1、2があるので解説をしていきます。具体例1、12月3日に5000円の商品を購入、12月10日に7000円の商品を購入、特例の対象としてインボイスの保存は不要になります。なので1万円未満になるのでインボイスの保存がいらないということになります。なので仕入れ税額控除 OK 可能ということです。具体例に12月10日に5000円の商品と7000円の商品を同時に購入しました。この場合は1回の取引が合計額1万2000円となり、1万円未満ではなくなるので特例は対象外となります。そのためインボイスの保存が必要となりますので、このように判定をするようにしましょう。ポイントは1回の取引金額です。では次に、インボイスはいつからいるのか、この線引きについて解説をしたいと思います。具体的にいつからいるの、9月に取引をした、そして10月に請求書を発行した場合、インボイスはいるんでしょうか、いらないんでしょうか、これについて解説をします。インボイスの交付時期についてです。これもちろんね、皆さんが想像の通り、10月以降の取引からインボイス適格請求書の発行が必要となってきます。冒頭に言ったように1から6番の要件をクリアしている請求書が該当します。そして10月の1日以降の取引からこれの交付義務、要はインボイスの交付義務が生じることになります。ここまでは皆さんね分かると思うんですけど、先ほど言ったパターンだとインボイスがいるのかいらないのか見ていきましょう。はい、例1です。9月中の取引を10月に請求した場合、こちら答えはですね、インボイスは必要ないということになります。取引を9月中にしているというのがポイントです。もう9月で取引自体は終わっていますので、インボイスは必要ないということになります。逆にもう一つの2番の例、9月中に請求書を出して10月に納品をした、これは10月に取引が行われたことになりますので、インボイスが必要というふうになります。このように取引をした時期がどこなのかによって、インボイスが必要な時期、必要じゃないというふうに分かれますので、皆さんしっかりとここ押さえておきましょう。経理上ね、インボイスがいるのかいらないのかっていう判断基準を持っておかないと経理が混乱する、またねミスの原因となりますので、確実に押さえてください。とは言っても早めのインボイス対応することは全然 OK、 構いません。本当だったらインボイスまだ必要はないんだけども、もう登録番号を記載して請求書を発行しているっていう会社さん、事業者さん、徐々に出てきております。私も実際にですね、請求書見ていて、あ、もうここのところ事業者さんはインボイス登録対応してらっしゃるなっていう請求書領収書を見ることが徐々に増えてきています。早めのインボイス対応はダメっていうわけではなくて OK ですので、こちらやはり早めが正解ですので、できる方は
早めの対応をしていくようにしましょう。厳密に言いますと、9月中の取引を10月に請求した場合はインボイスは必要なしということになります。この取引の判断ポイントについてもう少し解説をしますね。物の販売やサービスの提供をした時に取引がされたというふうに実務上は見なされます。例えば物を販売する場合には引き渡しをした日が取引をした日、またですね、引き渡し以外にもそれぞれの取引先会社のルールによって出荷日で取引をしたと見る基準や、また研修日を引き渡した取引をしたというふうに見なすところ、そういったルールを設けているところもありますので、それはですね、各経営者また会社ごとに変わってきますので、そこはしっかりと押さえてください。基本的に物の販売をした時は引き渡しを基準にしているところが多いんじゃないかなというふうに思います。ではもう一つのポイントですね。物は販売してないんだけどサービスを提供しているようなビジネスをされている方も多いんではないでしょうか。その場合、サービスの提供の取引をしたという判断ポイントは引き渡しの日または役務の完了日によって取引があったのかないのかの判断基準のポイントとなるかと思います。こちらぜひ参考にしていただいて、インボイスが必要なのか必要ないのかの判断として使っていただければ幸いです。はい、まとめになります。インボイス制度がいよいよね、10月の1日からスタートということで、まず皆さんが気をつけなければいけないのはですね、取引先に迷惑がかからないような対策をすることが大事じゃないかなというふうに個人的に思っております。やはり取引先に迷惑がかかりますと取引先の信用を失うことにもつながりますので、しっかりと準備と対策をしておきましょう。そして今紹介したようによくあるパターンとしては、番号が手元に届かないというようなケースも出てくるかと思います。本日動画ではその対応方法について紹介させていただいたので、しっかりと復習また押さえておいてください。こういったケースが出た時にはこのような対応すればいいんだなということで参考になれば幸いです。そして大事なとこはこれですね。要件を満たした正しいインボイス、適格請求書が発行できるようにしておくということです。そして最後ですね、インボイスがいる時期なのかいらない時期なのか、取引基準の判断基準をちゃんときちんと取引先と、また自分のビジネスではどういった段階で取引をしたというふうになっているのか確認をしておきましょう。他のね、インボイス制度の動画私たくさん撮ってるんですけど、これをアップしているのはですね、やはり制度が分からなくて損する人を一人でも減らしたいという思いと、またスムーズにやり取りできるように、取引先に迷惑がかからないように事前に準備をすることでミスを軽減できたり、また混乱を防ぐことができるんじゃないかなと思い、動画をこのように出させていただいております。引き続きですね、自営業フリーランスに役に立つような動画出しておきますので、よろしくお願いします。はい、私は税理士川南のオンラインサロンをしております。オンライン上で税理士を味方につけるということで、24時間好きな時に質問ができたりします。詳しくは概要欄の URL から詳細飛べるようになっておりますので、ぜひ飛んでみてください。最近サイトをリニューアルしたのでかなり見やすくなりましたので、ぜひ皆さん見ていただけると嬉しいです。オンラインサロンのメリット特徴は次のそれぞれ4つあるので紹介します。おすすめポイント1つ目、まず専門家に質問と相談ができます。こちらFacebook の非公開グループで運営をしておりますので、質問来たことに対して私が直接文章で答えます。チャットのようなイメージを持っていただけると分かりやすいんではないでしょうか。2つ目、メンバー皆さん起業している方、経営者ばかりですので情報交換の場としても活用できます。3つ目のメリットは、私が平日ビジネスに関する記事を投稿しております。その記事を読める権利がオンラインサロンのメンバーにはついております。そして4つ目、定期的にメンバー同士、私を含め Zoom サロンを開催しております。この Zoom で私に直接質問や相談することもできますし、メンバーと情報交換できるということで非常に好評です。この Zoom 会議の参加権利がついているのが4つ目のおすすめポイントになります。ぜひこちら検討していただいて、オンラインサロンの入会お待ちしております。はい、そして SNS をいろいろとしてますので、各 SNS ぜひフォローしていただけると嬉しいです。また YouTube チャンネル登録者数が今 16.9 万人を突破したところです。ぜひまだね、チャンネル登録まだの方お願いします。また私はビジネス書を2冊出しておりまして、どちらも Amazon Kindle 版ありますので、気になるなって方は概要欄のリンクから Amazon のページ飛べるようにしてありますので、ぜひ覗いてご購入お願いします。もしね、購入もうしているよって方はですね、 Amazon でレビューをしていただけると非常に嬉しいのでよろしくお願いします。
はい、本日もインボイス制度について動画で解説をさせていただきました。他にもですね、たくさんインボイス制度の動画私撮っておりますので、ぜひ皆さん、自営業フリーランスの方は特に役に立つものばかりだと思いますので、見直していただけると嬉しいです。さて、ここまでいつも最後まで動画見てくださっている方、ありがとうございます。いいねや高評価ボタン、そしてですね、感想コメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。それでは引き続き、自営業フリーランスに役に立つ動画、毎週土曜日アップしていきますので、チャンネル登録と応援の方よろしくお願いします。それでは、自営業専門税理士神並でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。